万葉集。それは今から1300年ほど前に編纂された我が国に現存する最古の歌集です。万葉集に収められた和歌たちは、はるか昔、万葉の時代の人々の心や風景を今も色鮮やかに私たちに伝えてくれます。終戦後、新東司令により廃学となり、16年の中断を経て私学として再興された皇學館大学。当時、国文学科の開設に尽力した昭和の万葉研究の第一人者、澤瀉屋久隆先生や、澤瀉屋先生に師事し、後に皇學館大学の学長になられた西宮和民先生などが万葉研究に力を注ぎました。皇學を学ぶ上で万葉集は重要なテーマなのです。再興以来60年、皇學館大学は万葉集を学ぶことで日本の伝統文化に触れてきたのです。文学部国文学科3年、森恵美里です。私はこの皇學館大学で日本の古典について学んでいます。その中で聖武天皇の行幸の途中、三重県で読まれた和歌が万葉集の中にあると知り、先人たちがたどった後を追ってみることにしました。日本人の多くがその名を耳にしたことがある万葉集。全20巻、4500首余りの和歌からなる万葉集の中に、三重県が舞台として読まれた和歌は実は40首以上も存在しています。三重県はですね、大和の国のね、東にこう位置しておりますね。で、大和から言いますと、こう東海ですね、東国への通路でもありましたよね。ですから、まあ、こう大和とのですね、つながりは大変強いものがですね、あったと思います。我が瀬古は、いずくゆくらん、おきつもの、なばりの山を、京かこゆらん、たぎまのまひとまろの目、我が畳、三重の河原の磯の裏に、隠しもがもと泣く川塚も、伊保麿。鈴鹿川、八十瀬渡りて他がゆえか、よごえに越えん妻もあらなくに、読み人知らず。伊勢の海の沖津白波花にもが、包みて芋が言えずとにせん、秋の大君。他にも三重県が舞台となった和歌があります。それは天平12年、740年に聖武天皇が行った東国行幸の際に読まれた和歌でした。
この東国行幸とはどのようなものだったのでしょうか。聖武天皇の東国行幸は740年に行われたわけなんですけれども、そもそも話は672年の壬申の乱に遡ります。聖武天皇は、ひいおじいさんである大天皇子、後の天武天皇ですね、が勝利した壬申の乱の後をたどるというような追体験をすることで、特に400基の隊列を従えての行幸でしたので、それによる権威の復権を図ったというか、そういった行幸になります。食日本儀によると、奈良の都を後にした聖武天皇は伊賀の国名張郡、伊賀の国阿保の狩宮、伊勢の国一志郡川口の狩宮、一志郡鈴鹿郡赤坂の狩宮、浅毛郡桑名郡石浦などを巡行しました。さらに美濃の国多岐郡、不破郡不破の狩宮、酒田郡横川、山城の国相良郡玉井へと巡行し、国の宮へとたどり着きました。天平12年の10月26日、聖武天皇が御事乗りを下します。我思うところあるによりて、この月の末しばらく関の牝河岸に浮かむ。10月29日には行幸が始まり、聖武天皇は奈良の都を後にします。11月2日には伊勢の国一志郡川口の狩宮にやってきました。そしてこの狩宮で行幸最初の和歌が詠まれたのです。津市白山町川口にある東光山伊王寺、そこにはこの伊王寺が聖武天皇が行幸の際に泊まった川口の狩宮であったという石碑と万葉歌碑が建てられています。私は実際にその万葉歌碑を訪ねてみることにしました。こちらが歌碑がある場所かな。そうですね、はい、いろんな人が研究されている方が見えてですね、その場所も残っていることだし、そちらに碑を立てて残しておこうということで、こちらに碑を立てて長く広めていこうということなんですけどね、はい、この伝わってるっていうのを残していくために建てられたっていう、うん、はい、そうです、そうですね、はい、川口の延べに居よりて世の降れば、芋が保とし面ほゆるかも。川口の延べに居よりて世の降れば、芋が保とし面ほゆるかも。大友のやかもち。川口の延べの狩宮で幾夜も眠ると、大切なあの人のたもとが恋しく思われます。この和歌の中の妹とは妹という意味ではなく、恋人や妻など大切な人のことを指します。この和歌にはある台詞が添えられています。12年、後進の冬10月、太宰の商人藤原の阿孫広次の謀反遷として戦立ちするによりて、伊勢の国に出でませるときに、川口の狩宮にして、鵜殿の大友の宿根やかもちの作る歌一首。聖武天皇の行った東国行幸にはどのような意味があったのでしょうか。この行幸全体はね、どういうことを考えないかんかというと、天平7年にね、いわゆる新羅それから遣唐使が日本へ帰ってきて、で天然痘にね罹患して帰ってきたわけ。天然痘が蔓延してるということと、それから自分の、血筋にあたるね、いとこの子供であったその広次というのが九州で反乱を起こしている。
でこれをまあなんとかね平定したいという話があって、でその後は、まあ、あの新しい宮を建てたい、その宮にはビルシェナ仏を建てたい、アマテラスオミ神があの太陽の神というのに対して、あのこちらは仏の太陽と、それをまあ建てたいという思いがあられて行かれるという形です。でもう一つはやっぱり壬申の乱、曽祖父である天武天皇が、まあ、皇位をめぐって争った、その地をずっと回りたいということもあったし、まあ、最終的にはぐるっと美濃から近江へ入って山城の国の国の宮というところで、まあ、宮を建てられるわけですけどね。聖武天皇らの川口の狩宮滞在中に藤原広次が捕獲されたという報告が届きます。藤原広次はすぐさま処刑が命じられました。そして12日に川口の狩宮を立ち、聖武天皇の東国行幸は続いていくのです。聖武天皇の行幸に愚愚し、先ほどの和歌を読んだ大友のやかもちとは一体どのような人物だったのでしょうか。まあ、大友のやかもちはですね、万葉集、ね、最多の473首の、ね、歌を残してるんですよね。まあ、万葉集ですね、編纂のこう中心的な人物というふうに、言えますよね。で、この行幸がですね行われた天平12年ですね、これは740年ですけれども、やかもち23歳ということになるわけですね。まだまだですね、23歳といえばね、若い、青年やかもちというふうなところがあると思いますよね。はい。聖武天皇の御代から桓武天皇の御代まで活躍した大友のやかもち。父親は太宰府で梅花の宴を催した大友の旅人です。この梅花の歌32首で読まれた序文が現在の元号令和の元となりました。またやかもちは平安時代になると藤原の金刀により36歌仙に選ばれています。新たしき年の初めの初春の今日降る雪の癒しけよごと、やかもちは万葉集を締めくくる最後の歌を詠んだ歌人としても有名です。東国行幸は続き、聖武天皇一行は11月12日川口を立ち一志郡へ、23日には赤坂の狩宮を立ち浅毛郡に到着しています。浅毛郡の阿賀の松原で聖武天皇が歌を詠んでいます。ただしこの阿賀の松原は左中には三重郡にありと書かれ、現在の四日市市塩浜町周辺だとする説が有力だとされています。こちら側からずっとね関東上に伸びていたところに松の木がいっぱいあって、これを阿賀の松原。その和歌の万葉歌碑が四日市市松原町にある聖武天皇社に建てられています。スメラミコトの近江歌一首。芋に恋阿賀の松原見渡せば、潮井の方に絶ず泣き渡る。芋に恋阿賀の松原見渡せば、潮井の方に絶ず泣き渡る。聖武天皇。あの人を恋しく思い阿賀の松原から見渡せば、潮の引いた方で鶴が鳴き渡っています。たずとは現在の鶴のことを指す加護で、主に和歌を読むときに使われる特殊な言葉です。聖武天皇に続いて多治日の家主真人という人が歌を詠んだとされています。
しかしこの和歌の読み人については田地比の家主真人は川口の仮宮から都へと帰っていたため志手の崎で読まれていないのではないか、読んだのは田地比の真人やか主ではないかなど、まだまだ謎の多い一首です。この和歌の万葉歌碑が四日市市大宮町にある志手神社の境内にあります。聖武天皇の近江歌に続けて田地比の家主真人の歌一首、遅れにし人をしのわく志手の崎、ゆふとりしでて咲きくとぞ思う、遅れにし人をしのわく志手の崎、ゆふとりしでて咲きくとぞ思う、田地比の家主真人。後に残してきた人たちのことを思い、志手の崎で由布を取り垂らして無事であってくれと願っていることです。この行幸の最中、三重県内で読まれた和歌は大友のやかもちによって締められています。それはやかもちが笹の狩宮で読んだ二首です。笹の狩宮にして大友の宿根やかもちの作る歌二首、大君のみゆきのまにまわぎもこが玉倉まかず月ぞへにける、天皇の行幸にぐぶしたまま私の愛する人の腕枕をせずに月日が経ってしまいました、三毛津国島の天ならし幕間のお船に乗りて沖へこぐみゆ、三毛津国の島の漁師であるらしい幕間のの小舟に乗って沖へこいで行くのが見える、歌を読んだのがこのサザンの狩宮で、読まれているですね、その何と言いますか、地名がですね、島が出てきますよね。で、熊野も出てくるというふうなことでですね、私は授業とかでもですね、この歌は本当に三重県のね、三重県を代表するようなですね、歌ではないかなというふうにですね、思いますよね。二首の言葉書きに書かれた笹の狩宮の場所は長らく不明とされてきましたが、笹の狩宮は四日市市にある久留米灌漑石浅毛郡のことであるという説を唱える先生がいらっしゃいます。まずその交渉するはね、現地に立たないから、現地に立たずにね、非常だけで、それだけで考えたらいいか。工学館大学名誉教授の岡田昇先生です。浅毛の狩宮、これ浅毛郡が跡っていうことでね、考えたらいいと思います。実際あった場所は大谷地っていうね、地名の場所です。で、地名自体がね、大谷の地と書いてあって、大谷っていうのは大屋家とか、あるいは大きな家を指した意味でね、要するに浅毛郡の中心施設、いわゆる郡家があったということを考えてもいいっていうね、形です。で、浅毛の狩宮っていう形で考えると、食日本儀にね、聖武天皇が行幸された時に、浅毛の頓宮という形で出てきて、具体的な名前は万葉集に見えてくるわけやけどね。だから基本的には浅毛郡の建物を壊して、そしてそこに新しく建物を建てる。久留米のね、灌漑遺跡と、いわゆる万葉集に出てくる笹の狩宮、それは浅毛郡だっていうことはね、ほぼルートから行けば当たってるわけですけども、ずっと考えていくと、この大谷地というね、地名のすぐ近く、これ後ろにね、江戸時代の地図が挙げてありますけども、それを見るとね、大谷地という土地の、いわゆる出子、いわゆる子孫っていうね、
和家村というのでさざらいという地名がある。古代の地名を考えるときに、この今の大谷地周辺がさざらいで、これさざらいとあるけれども、これいいというのはね、いわゆる水を要するにせき止めて川の水をあちらこちへ分配するね、遺跡を意味した地名、さざのいいという意味がさざらいという、ね、地名になって、そういうふうに考えていると思います。私は実際にさざの狩宮との関連が指摘される浅毛群河の後、久留米灌芽遺跡に行ってみることにしました。四日市市大谷地町にある久留米灌芽遺跡は浅毛群河の後の可能性が高いとされ、飛鳥奈良時代から平安時代の前期、7世紀後半から9世紀末の建物の跡が大きく3期に分かれ残っています。現在は公園として整備されており、多くの方が訪れています。こちらですね、久留米灌芽遺跡という、国の指定を受けた史跡になります。で、久留米というのはここの地名でして、で灌芽というのは役所を表す言葉になります。で、四日市市としては初めて国の指定を受けた史跡になります。で、平成11年にですね、こちらの北西バイパスを作るときに事前に発掘調査を行いましたところ、大きな建物が整って立って並んでたというような柱の跡などが分かりましたので、調べてみると古代の浅毛郡の役所の跡ではないかということが分かってきたというわけです。こちら目の前に見えているのが2基の建物になります。奥が脇殿なのでちょっと色が違うのが分かると思います。長さ 29.4 メートル、幅 6.9 メートルということで、畳にすると125畳分、当時としてもかなり大きな規模だと言われてますけれども、遺跡内でもかなり大きな建物になります。で、用途というのがはっきりしないところはあるんですけれども、この2基というのが奈良時代の中頃にあたります。で、この時にですね、大きな事件が一つありまして、740年の聖武天皇の東国行幸というのがございます。で、この時ですね、食日本儀によりますと聖武天皇は浅毛郡に2泊したということが言われておりますので、過去に関わりがある建物じゃないかなと、ひょっとしたら何か関係が止まっていったかもしれないなというような言われている建物になります。そう考えると結構ロマンというか夢がありますよね。そうですね、ここで止まって何をしたかなということを考えるとちょっと面白いかなというふうに思います。久留米灌芽遺跡公園には久留米古代歴史館があり、出土品や遺跡の復元模型などの展示によって遺跡について学ぶことができます。また久留米古代歴史館ではさまざまな体験をすることができます。飛鳥奈良時代の古代衣装の体験では、女官の衣装だけでなく管理や子どもの衣装も着ることができます。衣装を身にまとい古代に思いを馳せる時間に思わず心が躍りました。久留米灌芽遺跡とは一体どのような場所だったのでしょうか。時代に限らず言うと、ここは役所なので、あんまり土器とか出てこないんです。ただ少し出てきてるっていうのは役所らしいと言いますか、あと文字を書くための硯ですね。一般の人は当時字を書くことができないので、普通の集落っていうのでは出てこないものなんですね。なのでそういったものが出てきているっていうのはちょっと特徴的かなと、思います。基本的に万葉集のね、大友のやかもちの歌ということでね、考えるとまさに歌はね、高台から読んだ歌 で実は今四日市のね、久留米灌芽遺跡の下、これは土地条件図っていうね、地図なんかを見るとそこに大きく内湾しているね、型があったっていうのが分かります。久留米灌芽遺跡の近くまで非常に入り海が入っていて、でそこまでそのマクマノのオブレが、やってきて、やかもちがあそこでわざわざ歌を歌われたっていう意味がね、私は非常に大事だろう。
その場所に立ってみて初めて歌の意味がね理解できる。ですから、まあ、基本的にこの歌を鑑賞しようと思うと久留米遺跡に立ってみる必要があるんだと、そういうふうにね思います。今回東国行幸で詠まれた和歌を追いかけることで、私はただ和歌を知っているだけで止まってはいけないということを学びました。その和歌はどんな場所で詠まれたのか、何を思って読んだのか、文字だけではわからない背景を知り深めるために、実際の地を巡ること、歴史を知ることはとても大切だったのです。万葉集に歌はあるんですか、古代の人が伊勢の国を詠んだ歌はどんなのがあるんですかって聞かれた時にね、知りません、大学で学ばなかった、学ばないんじゃない、学ぶ努力をねすべきだろう。伊賀、伊勢、志摩、それからまあ熊野の一部ね、まあ紀伊の国の一部、まあ、こういったところのことについてね、やっぱり詳しくなっていることが大事だと。それはやっぱり歴史的な流れの中でねしっかりと抑える。で実際三重県にある大学だからこそできる学びというのがあるわけ。実際にですね、こう現地のね、風土にこう触れてみるということがですね、これが、まあ、文学研究にとってですね、重要なことだと思うんですよね。万葉集に限らずですね、古事記、日本書紀ね、その他の、文学ですね、広くですね三重県と関わるものがありますので、それが実際にどこかと、ね、まあ、それをですね、考えることもですね重要なことだと思いますね。三重県には私がまだまだ知らない和歌の地がたくさんありました。これからも一つ一つの歌を訪ね巡っていくことが大きな経験と学びにつながっていく、そのことに気づかさせていただきました。次はどんな歌が私を和歌の世界へ誘ってくれるのでしょうか。